前がぼーっとしているからだろ。それは失礼しました。実は今我が国の空軍のことを考えていたので。我が国の空軍の優秀さは世界的にも有名ですから、我が国に勝てる空軍といったら米軍なら可能性が少しあるぐらいですかね。自己爆破を起こしている帝国空軍が優秀。お前なかなか面白いこと言うな。自己ブライどこの国でも起こすでしょ。いや、あそこは少しぐらいじゃないだろ。じゃあ今日はそのことについて解説していくんだぜ。ゆっくりしていってね。帝国空軍についてはいろいろひどい噂がある。確かにアメリカ軍や日本の航空自衛隊に比べたら大きく劣ると言わざるを得ないが、それでも韓国空軍はまあまあよくやれているとは思う。アメリカはさておき、日本よりはいいと思いますよ。しかし帝国空軍の問題は別のところにあると思うんだぜ。と言いますと、 F-35 はアメリカにあるロッキード・マーチン製のステルス戦闘機で、帝国はその A 型40機を2019年より実戦配備しているよな。そうですが、それが何か。しかし今年1月4日、第20戦闘飛行団の F-35 が突然トラブルを起こし、近くの滑走路に緊急着陸する事態が発生した。関係者が言うには、電子系統のトラブルが突然発生して車輪が動かなくなったらしいぜ。その結果、現在アメリカの米海軍及び海兵隊、イスラエル、イギリス、オーストラリア、日本、そして渓谷に配備されている F-35 の中で、一番最初に胴体着陸をしてしまったんだ。あれは偶然のトラブルですよ。どこの国でも起こりうるトラブルです。この件は海外でも報じられている。それでも F-35 は優秀な戦闘機だ。他の機体よりも事故を起こしていない。こんなことになるなら、渓谷は F-16 の改良型か、もっと安い旧式戦闘機をたくさん揃えた方がいいんじゃないか。F-35 は完璧な戦闘機だが、それを扱うやつが完璧ではなかった、等の意見があったんだ。なんか皆さん、我が国をディスってません。F-35 は世界中から引く手あまただが、なんだかんだ言ってどこでも買えるような機体じゃないからな。その妬みも少なからずあるんだろう。現に F-35 を配備しているアメリカ軍、イスラエル、イギリス、オーストラリア、日本の自衛隊は、世界の軍事組織の中でも上位に入る実力の持ち主ばかりだ。F-35 を配備できているのは、いわば組織の箔のようなものだからな。なるほど、先進国の我が国を、後進国の連中が妬んでいるということですね。先進国は辛いです。ちなみに冒頭の緊急着陸することになった、渓谷軍のパイロットは無事だったんだぜ。その通りです。急なトラブルにもかかわらず、落ち着いて対処でき、大事故を防げました。その点は同意だ。胴体着陸は別名、へそ着陸、と呼ばれていて、何らかの理由で車輪が作動しない時に、戦闘機の胴体と滑走路の摩擦によって速度を無理やり落とす方法だ。機体が著しく破損したり、爆発もしくは炎上することも多く、可能な限り機体を水平に保って減速するというハイレベルな操縦をも要求される。加えて F-35 は他の戦闘機に比べて着陸する際の進入ルートが高角度だから、胴体着陸を成功させるのはさらに厳しいらしい。その通りです。そもそも、滅多に起きない胴体着陸を無事にやり遂げたパイロットは本当に優秀でした。そうだな。こんな事故を起こさないために、整備やメンテナンスをしっかり行うんだ。しかし戦闘機だって機械だし、それを整備するのも人間だから、極めて数は少なくても、どうしても事故は起こってしまう。この一件について語るべきなのはパイロットの技量ではなく、機体の整備や警告の技術レベルだと思う。ステルス戦闘機はその軍隊が持つ、最も技術的に優れた存在と言っていい。アメリカ軍の F-22 ラプターなどは、その最もたる例だな。マリサさん、意味があります。まるで我が国の技術がないように聞こえまするぞ。いや、その証拠が今回の胴体着陸だって話だろ。まあ確かに、その可能性も否定はできませんよね。そんな兵器がトラブルを起こして胴体着陸を起こしたということは、それすなわちまともに扱えないという証拠でもあるんだ。だから今回の一件は想像の斜め上を行く事態と認識されて、世界中に悪い意味で話題を振りまいてしまっている。F-35 はとても優秀な機体だが、それでも事故が起こってしまうのは仕方ない。完璧な兵器なんて存在しないんだ。どこでも事故は起きますからね。何年か前に日本でも。ああ、3年前の4月、パイロットが空間識失調を起こしたことで、空自の F-35 が青森県沖に墜落、パイロットも
の F-35 が航空母艦クイーン、エリザベスから飛び立った直後、地中海に墜落してしまったこともある。そうです。事故だけはいくら気をつけていても、起きてしまうのです。たとえ最新鋭の戦闘機といえどもです。そうだ。昔アメリカと蜜月関係にあったイランは F-14 トムキャットや F-4 ファントムを大量に購入して配備していたが、イラン革命が起きてメーカーからの部品供給がストップするや否や、その大半はスクラップとなり共食い整備を余儀なくされてしまったこともある。古い例だと第二次世界大戦の頃、モスクワに迫ったドイツ軍は補給が追いつかなくなり、有名を馳せたルフトバッフェことドイツ空軍の戦闘機や爆撃機は部品不足でまともに飛べなくなった末、圧倒的なソ連空軍に叩き潰されている。また太平洋戦争においても、ライセンス生産したドイツ製のエンジンを積んだ飛燕や水星といった高性能機が、これまた部品不足が理由で満足に性能を発揮するどころか、そもそも飛行さえ不可能な状態に追い込まれたこともある。このことからもわかる通り、操縦技術も確かに大事だが、戦闘機を配備するにはそのメンテナンスや事故が起きてしまった場合にどう対処するかも、同じくらい重要になるんだ。そして警告は明らかにこれを怠っている節が見受けられるんだぜ。そんなことはありませんよ。我が国は優秀ですから、二度と同じ間違いは起こさないでしょう。いや、今回の一件に限っては、再発防止をしようにも、なかなか難しい理由があるだろう。知っていたんですか。ではこれからその理由について説明するんだぜ。警告は当然、以後このようなことが二度と起こらぬよう、F-35 の整備やメンテナンスを徹底するだろう。しかし問題なのは、F-35 は最先端の軍事技術がこれでもかと投入されている戦闘機だから、警告は事故原因を調査することはできても、自分たちで F-35 を修理したり、プログラムに修正を加えるようなことはできない。実はそうなんです。修理やメンテナンスを行うには、生産国であるアメリカとの綿密な調整が必要だからな。アジアやヨーロッパなどのエリアごとに、F-35 のメンテナンスを行える国は厳格な形で決められている。そして、その国の中に警告は含まれていない。そうなんです。損傷してしまった F-35 はいちいち外国まで修理に出さないといけないんです。そういうことだ。事故の再発を防ぐために日常的なメンテナンスを強化したいが、その日常的なメンテナンスを行えるかどうかも警告は怪しい。そして警告が頭を抱えることは、F-35 の定期的な整備が行えるアジアでの拠点は、名古屋にある三菱重工の施設だけということだな。三菱重工は我が国では先般企業になっているんです。そんな罰当たりな会社で整備はできません。そうだ。だから韓国の F-35 は、海を挟んで数時間の場所にある日本ではなく、遠路はるばるアメリカ本国もしくはオーストラリアまで飛ぶ必要がある。本当にバカバカしい話だが、実に警告らしいエピソードだ。ひどいですマリサさん。まあ頑張っていけばいいんじゃないのか、ただパイロットの身体的負担はとんでもないことになるだろうけど。太平洋戦争の頃、ガダルカナル島やソロモン諸島をめぐる戦いでゼロ戦隊が消耗を重ねたのは戦闘の前。洋上を長時間飛行しなければならなかったことにも理由があるらしい。いくら技術力が上がっても、F-35 を操縦するのは人間だ。訓練を受けてはいても、狭いコックピットの中に何十時間も閉じ込められてひたすら海の上を飛ばなければならないのだから、その精神的、身体的な負担は計り知れない。そこは問題ありませんよ。ところどころで休憩しますから。洋上で休憩するの、まあ止めないけど。加えて輸送コストも跳ね上がるし、単純に日数がかかるから韓国の国内で運用できる F-35 の数も減る。しわ寄せは別の飛行隊やパイロットに向かうだろうし、その間にさらなる墜落事故や有事が起こる可能性も決してゼロではない。しかし霊夢さん、我々は三菱にお願いするわけにはいかないのです。一番いいのは、アメリカが警告国内での整備を認めてくれたらいいのですが。それはまずない。韓国は以前、アメリカ製兵器のブラックボックスを勝手に開けて激怒されたことがあるからな。あれは不運な事故で開けてしまったんです。故意じゃないです。今度もブラックボックスを開けて、その機密情報が中国やロシアに流れてしまったら、目も当てられないぜ。それに韓国軍上層部は日本で整備を行う予定はない、とはっきり明言しているので、やっぱりアメリカかオーストラリアで整備するしかないと思うぞ。何かいい手はないんですか。その他の手としては、
あることにはあるんだぜ。なんです？どんな手があるんですか？イタリアにも工場があるので、イタリアで整備する。てめえ、もっと遠くなってんじゃねえか。じゃあ頑張ってオーストラリアまで行けば？知らんけど。しかしそもそもが、自分たちで整備できない戦闘機を買ったのもかなり悪いと思うぞ。車に例えれば壊れても修理できない車を買って、あちこちにぶつけ、それで直せないからどうしようと言っているようなものだからな。それに韓国軍が仮想敵にしている北朝鮮は、言ってしまえば旧式の戦闘機しか配備していないんだぜ。北朝鮮空軍は最も高性能な機体でも旧ソ連製のミグ29ファルクラム。それ以外にもミグ21やミグ17、ひどいものになるとミグ15まで配備している。どう見ても F-35 が必要な相手ではないだろう。備えあれば憂いなしなのです。ひょっとして君たち、日本に対する対抗意識で F-35 を保有しているんじゃないの？それは、ないので、ありまするぞよ。韓国空軍が保有している F-15 や F-16 で、北朝鮮空軍と本気の殴り合いになった時枠もなく叩き潰せる。にもかかわらず、F-35 にこだわるのは、大嫌いな日本が、自分たちよりも高性能な機体を配備しているのが気に食わないと考えると納得できる。つまりお前たちは、使いもしない戦闘機をただの見栄で持っているということだ。霊夢さん、確かにその意見には一理あるかもしれません。どう見てもこれが答えだろ。確かに我が軍のパイロットは優秀ではありますが、周りの環境によって、その力を発揮できていないのが現状です。しかしこれは何の問題もないのです。なぜならば我々は、実利よりも見栄を選択する民族なのですから。大問題じゃねえか。パイロットがかわいそうだろ。それに F-35 はもともと見栄で購入したものなので、整備なんかしなくても全く問題ないのです。整備しなきゃ危ないって話をしていたんだろ。墜落したらどうすんの？その時は日本が整備をしてくれないから墜落したと発表し、日本のせいにすればいいのです。そもそも日本がお願いしますから韓国の戦闘機を整備させてくださいと言えばこの問題は解決するじゃないですか。なぜ故に日本が頭を下げるのですか？戦犯国だからです。我々戦勝国には頭を下げて当然なのです。そして日本で F-35 を整備して、何か問題が起きたら、すべて日本のせいにすれば、何の問題もないんです。まあ君たち、普通にそういうこと言うよね。戦犯国には千年偉そうにしろ、このことわざこそ、半万年の歴史を持つ我が国のありがたい教えなのです。ご立派な教えですね。以上で今回の解説動画は終わりです。この動画に文句がある奴は、みんな北朝鮮のスパイです。なぜ？今回の動画はここまで。気に入ってくれたのなら、高評価、チャンネル登録して応援してくれたら嬉しいです。ここまでのご視聴。